はい、それでは5日目の添削を行っていきます、これもプログラム販売までとかは言わないでください。はい、ここですね、またパーソナリティを入れてください。で、ここの部分はまた消していきましょう。もうね、何回も言ってると思うんですよ。佐藤さんの文章はですね、かなり分かりにくいんですね。なので、1メールね、1メッセージで、行うようにしましょう。概要をお話しします。で、なるべくね、一文も短くね、お話しますので、最後まで見ていてくださいねと。まあ、お話しますでいいですね。はい、でなんかここにもねまた、序章があってコメントがあってと、ちょっとね本題に行くまでに、かなり時間がかかってるんですね。でこれがね本当に分かりにくくさせてしまっているので、やめていきましょう。でここもお話をする場合には昨日の復習という感じでね、話すのがいいんじゃないかなと思います。昨日もお伝えしましたが、瞑想、運動、食事、睡眠、環境の5つの点から脳を覚醒化することで、で仕事に取り掛かるスピード、集中力と記憶力が高まり、高まりますと。で、ここもいらないので、もう本題に入ってしまいましょう。高まります。そこで、で、まあ今まででね、今までの無料動画でも試していただきましたが、今回はより詳しい内容が欲しいという方のために有料のプログラムをご用意させていただきましたと。このプログラムは集中の覚醒プログラムと言います。集中の覚醒プログラムは従来の記憶法や集中力講座スクールとは事例を全く異なる特徴を持っていますと。ここでこういうの丸気をつけてくださいね。で、まあ、こんな感じでつなげるといいんじゃないですかね。3つの点にありますと。で、2つ目ですね。ここもねちょっとね分かりにくいんですね。最初に結論を言うということなんですけど、2つ目は1日3分でできるということです。こうすることでバシッと言いたいことが伝わりますよね。なのでこんな感じでね、なるべく短く伝えるようにしましょう。
で、このね、1日3分でできるという主張とですね、うん、これが全く関係ないんですね、中身がね。なんでっていうことを伝えなきゃいけないので。これは関係のないことですね。なので消しましょう。そうで、開業も分かりにくいので。ただ、このプログラムの内容はその場ですぐ実践ができる方法を10回の短い動画で紹介しています。動画では初回に、これもね、いらないですね。で、ここ1回の動画は何分なので分かりやすく負担が少ないプログラムと言えますと。では1ヶ月を4週間としていますが、ここもなんかねちょっと分かりにくいですね。ここは修正が必要ですね。一体全体で何日なのかというの分かりやすくした方がいいですね。うん、ここに書いてあるんですね。8分から15分の動画10本でと書いてあるんですね。で、これもね全然関係ない話なので、もうなんか途中でね関係ない話は入れないようにしましょう。これももうなんか同じことですね。ね、これも、8分から15分ということなんですが、約10分の動画とかにしちゃいましょう。で、いろいろ研修に参加して課題を提出する。ここもあんま、もうちょっと簡潔に、あなたは家や休憩時間、通勤中で、動画を見て、実践するだけで集中力と記憶力を上げることを見てくださいと。で、またね、ちょっとね、余計なことがね、結構多いんですよね。なんかね、話がずれればずれるほどね、もう読む気がなくなってしまうので、ここも消して、もう次は3つ目ですね。3つ目は、これはプログラムの概要じゃないので、本当は概要がしたいですよ。概要にしたいですよね。もしないならね、これ3つ目はというふうに、3つ目、教材の特徴を話すというふうなことを言ってるので、ちゃんと特徴をね、入れないといけません。3つ目っていうのは先着販売っていうのがね、全然違うので、
6日目の内容なのかな。ああ、まあもう書いてあるんですね。まあじゃあいいんですか。本当はまあなんというか義理 OK というか、うん、ちょっと日本語がもう違っちゃってるんでね。3つ目は、先着、プログラム申し込むと決めてください。特別に期間割引価格で販売します。3つ目は期間割引価格があることですと。うん、なんかね、ちょっとね、大げさな、まあここにね、従来の教育法や修習講座スクールとは次元も全く異なることを分かっていただけたと思いますと書いてありますが、そんな変わんなそうな感じなのでね、あんまりね、こう大きく言わない方がいいんじゃないかなと思いますね。なんかもうちょっと、なんですかね、うん、真面目な感じの方が、こういう記憶力とか集中法の講座は受けるんじゃないかなと思います。うん、まあこんな感じだったらね、さてこれで、集中の覚醒プログラムの良さは分かっていただきましたでしょうか。なんかこの3が入らないですね。おかしいですね。うん。うん。で、こういう、ここもね、明日は、より詳しい。何でしたっけね、6日目は。うん、価格とかですかね。ぜひ読んでくださいねと。はい、このような感じでですね、まあこれでだいぶスッキリしたんじゃないですかね。このような感じで、添削しましたということでですね、まあ、パーソナリティの部分とあとどこかな、まあそれぐらいだったと思うので、パーソナリティの部分を修正してください。はい、ありがとうございました。